81丁目、自然史博物館駅は、マンハッタン区、アッパーウェストサイドの81丁目、セントラルパークウェスト交差点にある、ニューヨーク市地下鉄、IND8 番街線の駅である。A 系統が、深夜帯のみ、B 系統が平日、C 系統が深夜を除く終日停車する。駅は1932年9月10日に開業し、2面4線の、 構造である。この区間では上層階に北高線、下層階に南両線があり、観光線の西にホームを設けている。駅はアメリカ自然史博物館に近い。この駅の南に観光線と急行線の間に引き上げ線がある。両端で両側の線路につながっており、環球間の点線も可能である。駅は1998年から2000年に、 改装された。これは地球宇宙ローズセンター内に新築された平原プラネタリウムの建設と連携している。床が交換され、新しい照明が設置され、詰め所や壁、階段も改修された。構造改修もされている。北港ホーム上に2カ所の改札がある。南側はセントラルパークウェストニッシュ側の77丁目から81丁目間にある。 地上への階段が一箇所ある。また、博物館に直接通じる通路もある。北側の改札から地上への階段は81丁目と、セントラルパークウェスト交差点の北西と南西に一箇所ずつ設置されている。駅壁の恐竜のアート1976年、エクソンコーポレーション社からの資金提供を受けて、この駅は他の三つの都市とともに、 新しいアーファリーユーモラスグラフィティの壁画とアートワークを設置した。地元のデザイナーマイヤーズとシェフは5000ドルを受け取って恐竜の壁画を追加した。ヒソーラスレックス、ザダイナソーザットハド、エボキャブラリーオブ、エーサウザンドワーズおよびイロンゲイトマス、アイイーロンゲーティットクリッターザットストレッチドフロム、コーストツーコーストフーズペルビッチリメインズサポート、 A イハイウェイインターチェンジン・ミズーリと言われるアートワークがある。1998年から2000年にかけての駅階層の一環として階段やホームを通り床の造眼模様まで広がるタイルモザイクのプログラムが行われた。階段の谷は地球の地質学的地層、または海洋の地層に降下していく。多くの生き物が 白いタイル張りの壁の広がりを突き止めるようなモザイクのビネットで誘発され、また地下鉄のホームそのものが実際には発掘物で、あるかのようにタイルから化石の捨てからが出てくるようなデザインである。メトロポリタントランスポーテーションオーソリティの芸術プログラムの下でミックスメディアインスタレーションが2000年に創設された。古いことわざにちなんで命名されたフォーウォントーブ。 エーネールというタイトルは銀河として、そして単一の細胞と同じくらい小さい。デザインチームは、セラミックタイル、ガラスタイル、ガラスモザイク、ブロンズレリーフ、花工岩を主要材料とし、単細胞生物から流起したティラノサウルスまで、絶滅の危機に瀕した、絶滅の危機に瀕した生物の進化を描写した。地球の中核から海、空、 宇宙までを覆うイメージとシンボルを示している。また、このグループプロジェクトではアーティストが特定されていない。ありがとうございます。